ロシアの嘘がバレた動画、やはり問題のクラスター弾搭載ミサイルを配備していた。多数の民間人が犠牲になった4月のミサイル攻撃への関与を否定していたロシアだが、問題のミサイルが運搬される姿を映した動画が拡散される。4月8日、ウクライナ東部ドネツク州クラマトルスクの駅にミサイルが撃ち込まれ、避難のために集まっていた子供を含む市民ら50人以上が死亡した攻撃について、ロシア側が嘘をついていた可能性が高まった。ロシア国防省はこれまで攻撃に使われたミサイル、トーチカ U をロシア軍は配備しておらず、ウクライナ軍だけが使用しているとし、駅への攻撃はロシア側によるものではないと関与を否定していた。しかし、元ロシア軍幹部で、ウクライナ東部の親ロシア派武装勢力を率いていたイゴール・ガーキン氏は12日、ロシア軍がウクライナに対して短距離弾道ミサイルトーチカ U を使用していることに言及し、意図せずロシア政府の嘘を証明してしまったようだ。ソーシャルメディア上でストレルコフと名乗っているガーキン氏は、ウクライナがルガンスク州に近い空軍基地を破壊したと自身のテレグラムチャンネルで発言。それとともにソーシャルメディアで拡散されている映像に触れ、自軍のトーチカ U の発射装置を隠せていないとしてロシア軍への非難も行った。ガーキン氏は映像について、白昼堂々少しも隠すことなくトーチカ U を積んだ列車がトゥーラ地方を南下する稀な映像だと述べた。ガーキン氏は、戦車や歩兵戦闘車のカモフラージュについて言うと、ロシア国防省がカバーやネットを十分に持っていないのであれば、それほど必要ではない。しかし、ミサイルシステムは敵軍にとって重要な標的となるとし、ロシア軍司令部の失態だと指摘した。ロシアはすでにトーチカ U を使用していないと主張。ロシア政府のドミトリー・ペスコフ報道官は4月8日、同軍がクラマトルスクの駅をトーチカ U で攻撃したとウクライナ当局から非難されたことを受け、同ミサイルの使用を否定していた。何よりもロシア軍がこのミサイルをすでに使用していないとする国防省の声明に従って判断する必要があるとペスコフは説明。ロシア軍はこの種のミサイルを使用しておらず、またクラマトルスクを本日攻撃する作戦は実施されてもいなければ計画もされていないと述べた。以前からロシアは完全に失敗と指摘。ロシア国防省も4月8日にクラマトルスクの駅に対してミサイル攻撃を行ったとするウクライナの民族主義政権による主張は全て挑発であり、現実とは無関係だと表明。ロシア軍は4月8日にクラマトルスクで攻撃任務を実行しておらず、その計画もなかったとした。同省は攻撃はウクライナによるものだとし、現場で発見されたトーチカ U はウクライナ軍だけが使用していると述べた。ガーキン氏がロシアの指導者と軍司令部の失敗と無能さを指摘したのは今回が初めてではない。5月にはロシアのウクライナ攻撃は完全に失敗だと述べた。3ヶ月前に作戦を開始したロシア政府の計画とは全く異なる状況だ。そして今、我々にとって、全ての人にとって、ロシア連邦全体にとって、ロシア国民にとって、そしてクレムリンのトップにとってさえ、次に何をすべきかが喫緊の問題だとガーキン氏は YouTube に投稿した映像で語っている。ウクライナに侵攻したロシア軍は、南部にあるヨーロッパ最大のザポロジエ原発と作業員たちを支配下に置く。アメリカ紙ウォールストリートジャーナルによれば、ロシア軍は同原発の敷地内に重火器などを配備し、軍事基地化を進めている。原子炉を安定した状態にするための冷却水の貯水槽の近くには、対人地雷を敷設して防御体制を固めているという。
武力衝突が起きれば大惨事につながりかねず、緊張状態の長期化は避けられない。3月に占拠されたザポロジエ原発、ウォールストリートジャーナルは7月上旬、作業員やウクライナ当局者らの話として、同原発を3月初旬に制圧した500人を超すロシア軍部隊が多連装ロケットシステム、スメルチや戦車などを敷地に配備していると報じた。周囲には塹壕を掘り、建屋の地下にはロシアの国営原子力企業ロスアトムの技術者らもいるという。ウクライナ軍は原発の北側に流れるドニエプル川の対岸の町に拠点を置くが、原発には反抗することなく監視にとどまっている模様だ。ザポロジエ原発には原子炉6基が集中立地しており、光線状態となれば連鎖的に炉心溶融が起きる恐れもある。ウォールストリートジャーナルは、ウクライナ側が原発を攻撃しないことは分かっているとヨーロッパの外交関係者の見方を伝えた。国際原子力機関のグロッシ事務局長は6月の声明で、同原発について明らかに耐え難い状況と述べ、人質状態にある作業員らが極めてストレスの強い条件で労働を強いられていることに重大な懸念を表明した。国際原子力機関は、原子力安全の専門家らによる査察団の検証が必要だとしているが、実現の見通しは立たない。想定外の危機に驚愕。拓殖大学の佐藤平吾教授は、原発に対する様々な形の攻撃は想定されてきたが、今回のように破壊を前提とさせず、敷地の占拠や施設の軍事拠点化のような作戦への対応はこれまで十分に議論されてこなかったと指摘。ロシア軍の狙いについて、ウクライナ軍が攻撃できない拠点を確保することではないかとした上で、敷地内の防御体制を固めることは、ウクライナ側の攻撃のリスクを抑えることにもつながる。また、ウクライナの属性能力と意欲を考えたときに、電力を人質として取ることは死活的な意味を持つとの見方を示す。ドニエプル川の下流には、ロシアが実効支配するウクライナ南部クリミア半島の穀倉地帯がある。水源の汚染を避けてザポロジエ原発を安全に保つことは、ロシアにとっても大きな利益になる。日本に突きつけた課題は、ウクライナにおける想定外の事態は日本にも重い課題を突きつけた。公益財団法人笹川平和財団の核不拡散核セキュリティ研究会は7月1日、国内の原子力施設の防護をめぐる想定の見直しなどを政府に求める緊急提言を表明した。研究会メンバーも務めた佐藤教授は、日本では原発が占領される事態は想定しにくいとはいえ、リスクに対して備えておく必要がある。自衛隊や警官などの防護部隊が、原発の周辺地域でより機動的に動ける体制は整えておくべきではないか。現状の対策には常に穴があるとの前提に立ち、あらゆる緊急事態に十分対応できるシステムを構築していくことが重要だと話した。